こんにちは、篠田敦史です。今回はね、ジャズ超初心者向けのシリーズの回のつもりで、撮っていますが、今回僕が、想定してっていうか、まあ聞かれることあるのでね、たびたびね、想定してるその質問っていうのは、おすすめの教則本がありますかというやつ。これはですね、まあこの今最初言った通り、動画は一応初心者向けとしてるので、もし初心者の方にっていうのであればない、めちゃめちゃ経験者、めちゃめちゃ弾ける人に向けてはあるっていう感じ。どういうことかっていうと、まあ初心者がやるべき練習って、例えばコードとかスケールとか、まず覚えなきゃいけないことが、その何スタートするにしてもまずこれ覚えなきゃいけないよね。その英語勉強しますって時に、まず最初にアルファベット覚えなきゃダメだよねっていう段階で、なんていうか教則本云々の前に、まずすでに目の前に課題、やるべきねことたくさんねあるよね。どの順番にこなしてもいいんだけど、から別に僕が教えようが、キース・ジャレットが教えようが、他のね教則本見ようが、 C の和音ってドミソなんですよね。答えが決まりきってることを覚えるだけ。全然その何かこう特別なアドバイスが必要なというよりは、そのまず一人でできる練習として、その覚えるっていうのは結局誰かに教わったって別にやること本当に変わんないから、まずすでにこなすべき課題が目の前にたくさんあって、でこのあとやることを一人あえず自分で思いつくことはやって、このあとどうしたらいいんだろうっていうところに対するアドバイスとか、いろいろこう考え方とかはあると思うんだけど、初心者に向けてってなるとないかな。でさっき上級者にはあるって言ったのは、例えば有名な本だとジェリー・バーガンジーっていうサックス奏者の人がいろいろシリーズで本出してて、ただそれっていい本だなとは思うんだけど、すごくこう内容が限定した、一冊に対して限定、例えばペンタトニックとか、ね、それについてしか書かれてない。で書かれてる内容も、例えば結局こういう風にエクササイズできます、あとはというか、まあこれはとりあえず全部のキーでどの箇所からでもいつでも弾けるようにしろみたいなことが書いてあるだけ。つまりそのアイデアとしては合ってるんだけど、結局そのコツとかじゃないわけ。その多分多くの人が求めてるやつって、なんかこの覚えるの大変なこれをね、ちょっとしたコツで楽に覚えられるとか、そういうの求めてるのかなと思うんだけどね。そういうふうに感じるから、それで言うと全部ない、ね、例えばその小学生が漢字テストがあって、これ覚えらんないってね、来週までにここからこのページからこのページのね漢字テスト出るんだけど分かんないっていうね風に言われた時に、なんてアドバイスしますか。でその今思いついたアドバイスがまんまその当てはまります。そのコードとかスケールとか答えが決まっているものを覚えるっていう、実際にはそれらを使って、本当には音楽だから音楽的な好みとかあれで判断しなきゃ、もうちょっとこうアブストラクトな分野になってくるんだけど、コードとかスケール覚えるってもう絶対に答えが決まっていることを練習してるから、個人的にはすごく気が楽なんですよ。やりゃ終わる。だからそこをどうにかするっていう期待を込めて教則本を探すんであれば、僕はないと思う。だって結局覚えること一緒だからね。っていう感じです。どうですかね。アイディア伝わったでしょうかね。最後までご視聴ありがとうございました。